We shall begin。前に私星野源さんにインタビューさせてもらった時に、はいはい、まあ、星野さんもね、いろんな気鋭ミュージシャンたちをこう集めていつも曲を作ってらっしゃる、うん、浜岡本さんだったりとか、はい、でそのポップウイルスを作った時に、はい、そのドラムの河村カースケさんがいらっしゃる、はい、であともちろんスタッツさんもいらっしゃるということで、はい、そのいわゆる生のドラムの音とそのスタッツさんが叩く MPC のドラムの音を、まあ、星野源さんの中ではこう使い分けて、うん、曲によって使い分けているんだみたいなことをおっしゃってて、で、はい、あへーってちょっと思ったんですよね、はい、なんかヒップホップばっか聞いてるとさ、うん、やっぱりなんか MPC のドラムの音しか知らないみたいな、そうですよね、そこしか聞こえてこないみたいになっちゃうことがあるから、はい、なるほどと思って、うん、でそれで生のドラムと MPC のドラムの音、まあ、何も考えずに聞いたら同じ太鼓の音かもしれないですけど、はい、その MPC プレイヤーとしてなんかどういうところにその個性みたいなものが宿るとお思いですか？まあ、なんかその自分でその自分がいいって思った音を作れて、でそれをそのまま出せるっていうのはまあ一個その生ドラムと違うところかもしれないですね、うんうんうん、でまあ、あとなんかその強弱の感じも毎回全く同じ音が鳴るっていう風にもできるし、うん、ちょっと変えるってこともできるし、そういった部分でまた生ドラムと違うなんかダイナミクスの表現というかはできるのかなって思いますね、はい、まあ、もちろんやっぱ生ドラムしかできない表現めちゃくちゃいっぱいあるので、はい、なんかいいなって、なんか自分もできるようになったらいいなと思うんですけど、私もスタッツさんのことはもちろん前から存じ上げておきながら、これ前も他のインタビューでお話したんですけど、はい、ある年の大晦日の紅白歌合戦で、はい、星野源さん出てた時に後ろにスタッツさんがこう立ってこう MPC 叩いてらして、はい、ちょっとソロタイムみたいなものも途中でフィーチャーされてて、あ、めっちゃやばいじゃんみたいな、紅白なのにこんなめちゃめちゃ MPC も叩けみたいなもっとやれみたいな感じで見てて、なんかどういう雰囲気なのかなと思って、あんなでかい紅白の舞台とかましてや東京ドームの舞台とか、はい、どんな風に見えてるのかなって、ちょっとあまりなんかめちゃくちゃ実感があるって感じではなかったというか、うんうん、やっぱなんか多分バンドの中で一緒に演奏してるので、うん、またなんか多分感覚が違って、はい、なんかバンドでいるだけでなんかもうそこがホーム感がある感じがあって、はい、うん、お部屋みたいな感じですね、お部屋みたいな、だからなんかあまり会場の大きさあんま関係ない、なんかあんまりそこまでめちゃくちゃは影響しないのかもな、うんうんうん、まあ、はい、って思いましたね、うんうん、やっぱ本当にバンドメンバーの皆様が本当にいい方ばかりなので多分そう感じれたってことなんでしょうけど、いやすごい、で今日ちょっと面白いものを実はスタッツさんに持ってきてもらってて、はい、レコーダーですか？はい、フィールドレコーダーですね、はい、これこれって結構定番な方なんですか？あ、割とでも定、うん、まあ、使ってる方多いと思います、ね、はい、はい、でそれで何をレコーディングするのかっていう話で、はい、まあ、でもいろいろなんですけど、うん、まあ、今回の、ミニアルバムの中でも結構使ったりしてるんですけど、はい、7曲目のランドスケープスって曲で、はい、なんか鳥の音だったりとか、うん、あとはなんか公園行って川の音サンプリングにしたりとか、はいはい、なんかそういう割とフィールドレコーディング的なもので、うんうん、はい、これを使います。すごい、なんかもう狙い定めた音がちゃんとこうシャープに取れる、はい、そうですね、なんかあと結構やっぱり立体感っていうか、なんかちゃんとすごくステレオでなんかどこでどの音が鳴ってるかとか、はい、なんかいい感じで拾えるので結構すごい重宝してますね。もうここ結構もう日常的に持ち歩いていらっしゃるんですか？あんまり普段から持ち歩いてるって感じではないんですけど、うん、なんかたまに、まあ、なんかどっか遠いとこ行ったりするときとかはこれ持って行ったりとかして、うん、なんかそこにしかない音みたいなの撮れたらいいなみたいなので撮ったりします。これまでになんかちょっと変な言い方だけどめっちゃ興奮したことってありますよ、こんなの撮れちゃったみたいなあ、いやでもまだなんかそこまで僕まだそのフィールドレコーディング めちゃくちゃいっぱいやってるわけじゃないので、はい、あんまりそういう経験がまだないんですけど、はい、なんかでも結構なんか偶然性が高いものというか、うん、なんかその録音してるときは聞こえなかった音とかが入ってたりとかして、あ、そうか、改めて聞いたときに、改めて聞いたときに、うんうん、なんかそれは面白いなって思いますね、はい、そうなんだ、うん、すごい。でそれこそ新作のコントラストも、はい、前作とかこれまでに例えば、まあ、ビム君とか他のラッパーの方にビート提供してる曲よりも よりこう繊細なメロディーラインだったりとか、はい、その音の重なり方、ちょっと私も語彙力って感じなんですけど、音の重なり方がなんかこう今までとちょっと違うなって感じるところもあったんですね。で、まあ、ご自身もその、ボーカルを使っているってところもそうかもしれないんですけど、はいはい、なんか普段そういうこうメロディーに対するインスピレーションみたいなものってどこから湧いてくるのかなと思って、はい、
まあ、いろんな音楽聴いてたりとか、まあ、多分そういう刷り込みがあって、うん、でなんかそれで、まあ、トラック作ってて、うんうん、トラック作ったりと か、まあ、なんか適当に鍵盤とか、はいはい、ギターとかでなんかコードとか鳴らしながら、うん、なんかあこういうコード進行いいなってその上になんか適当に、うん鼻歌とかふにゃふにゃなんかメロディーを歌って、うん、ってところからなんか割と、はいそうですね、その自分の曲のメロディーっていうのが生まれてるかもしれないですね、うんまあ、さっきのちょっとフィールドレコーディングにも、うん、もしかしたら通じるかもしれないですけど今まあちょっとコロナが大変で、はいまあ、基本的には家にいろみたいな、うん、こうそういう新しい生活習慣になってるのかなと思うんですけど、はい、そういうのって自分のこうアーティストとしてのマインドとか、はい、なんて言うんでしょうアウトプットする内容に影響ってありましたか？ああ、いやでも多分無意識には絶対あったとは思いますね。うん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 、やっぱ今までライブで、まあ、ありがたいことに、まあ、すごい、はいいろんなところでやらせてもらってたんですけど、うん、やっぱそこで結構すごい気分がリフレッシュしたりとか、はい、あとは、まあ、ライブでやっぱその、お客さんとコミュニケーションしてる感じとかで、うん、またなんか曲作る曲の感じが変わるというか、はいまあ、なんかインプットとしてやっぱなんか、うんうんうんまあ、一個あるものなのかなと思うので、はいまあ、そういうのが一切なくなったっていうのはやっぱ、うん、結構今までにはない状況だったかなそうか、まあ、今までにスタッツさんが、まあ、いろんなこうコラボレーション経験してきて、はい、すごい忘れられない強烈なコラボってありますかそのライブでもレコーディングでもあいやでもいっぱいあるんですけどそれは、うん、でもやっぱなんか初めてなんかその、はいバンドの中で、うん書いて作らせてもらった経験とかはやっぱかなり大きくて、うん、やっぱなんか今までなんかまあネタものとしてしかなんかその聴いてなかった音楽が実際に生楽器であこうやって演奏してえなんか生楽器がこうやって、はい、あの一緒になったらこういう音像になるんだとか、はい、なんかそういうのが結構肌で感じられたっていうのはかなり大きな経験で、うんうん、なんか そういうところから割となんかその自分も生楽器使ってやってみたいなみたいな意識がなんかより、具体的になってた感じがあって、はい、今ちなみにあのそれこ その YouTube でお部屋拝見することできますけど、はい、楽器っていうのは何種類ぐらいお持ちなんですか、はい、いやでもそんなどうなんでしょうね普通に、うんまあ、鍵盤と、はい、あとシンセ、まあ、そのあと、まあ、ギターとベースと、うん、あとなんかパーカッション類だったりとかぐらいな感じですね、はいはい、次に何かこう楽器だったりとか、うん、あと表現方法とか、はい、なんかこう新しくチャレンジしたいなと思ってることありますか、うん、あでも結構やっぱ自分の軸ってなってる、まあ、NPC 演奏するってとこだったりビートを作るってとこは、まあ、なんか大切にしながらいろいろ新しいことをやりたいなって楽しそうなこといっぱいありますよね、うん、結構その、うん、なんでその金管楽器だったりとか、なんかそうだね、金管楽器、うん、やっぱすごい単音だけどあんな説得力ある音だったりとか、はい、だってすごいな、まあ、ちょっとサンプリングの話ばっかになっちゃうけどやっぱフルートの音とかもここ近年すごいサンプリングするアーティストめちゃ増えたじゃないですか。確かに多いですね。でもだからあこういうの自分で吹けたらまた違う楽しさあるんだろうなとか思いながら、そうですね、うん、なんかやっぱ最近本当に思うんですけど、まあ、ラップもそうだと思うんですけど、うんうん、やっぱ楽器もなんかその弾く人によってもやっぱその人の音になるって感じがやっぱすごいあるものだなって、うん、やっぱもう今それはもう多分すごい当たり前のことだと思うんですけど、うんうん、やっぱそれをすごい感じることが多いので、はい、なんか自分でなんかいろんな楽器の音とか出せるようになったらまあ楽しいだろうなって思います、めちゃめちゃじゃあもうさワンマンバンドっていうかもう、はいまあ、海外にもなんだろうちょっとパッと思い浮かぶの FKJ とかですけども一人で何役もこなしながら自分も歌ってとかいうアーティストたくさんいらっしゃるじゃないですか、はいはい、サッツさんもなんかそういう風にどうなんでしょうね。なんか気がついたらすごいサックスとか吹いてみたいなどうなんでしょうね、まあ、まだそれに関しては何も やってないので全然今後やるかどうかも分かんないですけど、はいうんうん、でもなんかでも、まあ、その一方でやっぱなんかできない部分を人にお願いすることで生まれる良さみたいなところもすごいあるので、うん、なんかそこのバランスはうまく取りながら、まあ、いろんな表現があるっていう感じでやりたいなって思ってます、はい、いやちょっとめちゃめちゃ次のアルバムとかねいつになるか楽しみ感じなんでちょっとその暁にはまたここに遊びに来てほしいなと思います。ぜひです。あとめっちゃお酒が強いって、はい、いろんなところで聞くので次は一緒に飲みたいなと思いながらぜひ、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。というわけでゲストにスタッツさんをお迎えしました。どうもね、ありがとうございました。